はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちら日産セレナ、型式が GF-PC24、 年式が平成12年9月登録、こちらですね、原動機が、SR20 積んであるですね、前期型のセレナとなります。こちらのセレナのですね、エンジンオイルとオイルフィルター、こちらの交換をですね DIY していきたいと思います。それではですね、早速ツール紹介ですとかジャッキアップ等々ですねしていきたいと思いますので、アングルが変わります。はい、それではツール紹介いきたいと思います。ドレインボルトのですね、開け閉めに使いますメガネ、14mm ですね。はい、こちら、使いまして、あとですね、フィルターですね、こちらですね、日東工業さんの 4ND110、11021ですね。ちょっと純正品番はわかんないんですけれども、これ結構日産、最近の日産はこれ多いですね。はい。で、フィルターをですね、外すのにフィルターカップ、こちら 65mm のものと、こちらラチェットですね、これ力かけても大丈夫なもの、長いやつですね、こちらを用意してあります。それからウエスト、手袋はですね、一応こちら の100円ショップで買った、グローブと、こちらビニール手袋ですね。オイル抜いたりするときはこののを使った方が、衛生的ですね。はい。で、こちらですね、オイルなんですけれども、量がこちらですね、取扱説明書を抜粋させてもらったんですけれども、今回、この SR20DE ですね、こちらの車両になりまして、オイルとフィルターをね交換しますので、ピンクのアンダーライン引いてあるですね、 3.3 リットルですね、こちらの方を用意しております。ちなみにですね、銘柄の方は 5W30 ですね、スノコさんの 5W30 を用意しております。はい。それからですね、もう車両の下にあるんですけど、オイル受けですね、こちらを用意してありますので、これから作業の方を開始していきたいと思います。それではアングル変わります。はい、まずは手順なんですけれども、ドレインボルトをですね外すところからですね。はい、こちらドレインボルトになります。左回しですね。はい、これで緩みました。手で回せるんだったら手で回した方がいいですけど、ちょっとまだ硬い、その場合は、はい、このスパナ部分の方を使ってですね、あ、逆でした、すみません、こちらで、回すような感じですね。手で回るようだったら手で回した方が本当早いです。なんかちょっとこれ硬いですね、まだね、ちょっと手じゃ回りにくい。あ、もう手で回るぐらいまで緩まりました。はい。と思ったら硬いな。これで緩くなったと思います。はい、なりましたね。はい、このね、時にはゴムで、ビニール手袋ね、使った方がよろしいかと思います。はい、もう出ます。はい。いや、しばらくね、交換してなかったみたいで真っ黒です。はい。で、これだんだんですね、こう落ちてくる位置が、だんだん後ろに下がってきますのでね、オイル受けもそれに、と同時にですね、動かしてやる必要があります。でですね、フィルターがね、この上なんですね、まだ上になるので、ちょっとこれどう映せないかもしれないので、ちょっとカメラで場所だけ説明してっていう風にさせてもらうかもしれません。まあ、もちろん映せたら映したいと思います。はい、どちらにしてもですね、ちょっとオイルがまだ垂れてる時には、やらないようにしとこうと思います。ちょっとね、オイルの出を良くするために、ちょっと上を開けたいと思います。今ね、ピラーキャップ蓋をちょっと一回開けました。
来て、そうですね、レベルゲージもちょっとこう見抜きました。でこれで多少はあれですよね、出が良くなればいいんですが、この裏の上の方にですねフィルターがありますので、危険なのでここは一回栓をしてからですね、作業を進めたいと思います。ですからなるべくこのオイルは、出し切ってから作業の方は進めたいと思いますので、ちょっとね全部それまで回すと、すごい時間かかってしまうと思いますのでね、一回カットします。はい、フィルターを外すのにですね、やっぱりちょっとここ、ポタポタするのが危険なので、ドレンボルト先につけたいと思います。もうドレンパッキンがですね完全グズグズだったので、こちら新品を用意させてもらいました。これちょっとね押し込まないといけないタイプっぽいので、ちょっとね取り付けてからグッと押し込みたいと思います。ですから普通の 3,4 キロよりはちょっと強めに入れないとダメですね。はい、それではですねちょっと取り付けいきたいと思います。はい、はい、もうこの辺でね手では回る限界に来ましたね。そしたら、ちょっとですね、ちょっと強めに締めていきたいと思います。このタイプはあれですね、一回ごと交換した方が良さそうですね。こうギューッと潰してパッキンを効かせるタイプなので、はい、これで、だいぶ締まりましたね。はい、まああんまりね角に必要以上にね、締め込むことはないんですけれども、まあ、パッキンでも潰しながら、オイル漏れをしないように、しますので、多少ちょっと新品にした時には強めにやった方がよろしいかと思います。はい、それではですね、フィルターをちょっとこれからね、取っていきたいと思います。ちょっと非常にやりづらい場所に、あります。 ここですね、今左手のあるこの上の方なんですね。ここですからちょっと映せないかもしれないですけど、ちょっと努力だけはしていきます。それではちょっとアングル変わります。はい、すごくね撮りにくくて、やりにくい場所にあるんですけれども、ちょっとね、こちらで外していきたいと思います。硬いです。でも徐々に回ってます。これでも緩めた時のこぼれてくるオイルが大変ですね。はい、だいぶ緩くなってきました。ちょっと外します。ちょっとオイルが垂れてくると思いますので、どこまでやれるかちょっと心配ですが、すいません、やれるところまで頑張ります。はい、取り外しできたんですけれども、ちょっともうだいぶ、オイルがですね落ちてくる位置ちょっと誤ってしまいました。 OB してしまいましたのでごめんなさい、外れるところはちょっと映せませんでした。非常にただやりにくいところにあるということだけは、言っておきます。はい、皆さんも外すときは、大変だと思いますけど、頑張って外していただければと思います。はい、すいません、オイルフィルターのね取り付けいきたいと思います。それではですね、パッケージを開けていきたいと思います。
はい、このような感じですね。フィルターがあります。こうビニールあるので、これは必ず取っていただいて、でここですね、あのゴムパッキンになってるんですけれども、こちらで、芯油をつけるようにしたいと思います。オイル交換用に準備してある芯油からですね、少し拝借しまして、指にですね、オイルを浸して、こうつけてあげます。はい、で、こちらですね、まあこれなんかねじれ、このパッキンのねじれ防止と漏れ防止のためにやるみたいですね。はい、やらないよりはやっといた方がいいです。はい、それではですね、ちょっとごめんなさい、フィルターの取り付ける場所がもうちょっと非常にやりにくい場所だもんですから映せないんですけれども、もうさっきちょっとカメラも油飛び散っちゃったもんですからね、ちょっとこれ以上ちょっと危険な感じではやりたくないもんですから申し訳ないです。つけるところはちょっと映せないですけれども、ご了承ください。はい、じゃあちょっと取り付けしちゃいたいと思います。はい、それではですね、ちょっと底付きしたので4分の3周回します。よいしょ、すいません、本当はね、皆さんに見てもらいたいところなんですけれども、ちょっと今回はちょっと難しいので、他の車の動画を見ていただければ、一応こんな感じでやるというのは分かっていただけると思いますので、本当すいません。これでもう少しですね。はい、これで4分の3周ですね。はい、すいません。はい、これで一応フィルターとドレーンボルトですね、しっかり閉まってるのを確認して、オイルの、注入の方をしたいと思います。はい、ここでですね、音声が途切れてしまったので、ここの部分だけ、音声を後入れさせてもらっております。こちらですね、フィラーキャップを外しまして、オイルを注入していくわけなんですけれども、この時ですね、注意したいのが、急に入れてですね、逆流させてこぼしてしまうことですね。こちらですね、オイルをこぼしてしまうと清掃がね、その後すごく大変になりますのでね、慎重にですね、慌てず、ちょっと時間かけてですね、ゆっくり、入れていくことをお勧めいたします。この車に関しましてはね、飲み込みが非常に良かったのでね、そういう心配もなかったんですけれども、中には非常にですね、飲み込みの悪い車もですね、ありますので、気をつけて、注入の方をお願いいたします。はい、それでですね、こちら、これからレベルをね、測っていくんですけれども、今回ですね、フィルターなども変えておりますのでね、今そのまま測ってもですね、正確な数値が出ません。ですもんでね、一回エンジンをですね、回して、アイドリング5分。で、止めてクーリングですね、5分。いたしましてから、こちらレベルをですね、測っていきたいと思っております。はい、最後ですね、レベルの方を測っていきたいと思います。はい、こちらまず、抜きます。で、余分な油分をね、拭きます。
で、どうでしょう、映ってますかね。ここに L とね、H があるんですけれども、ここの網の部分にですね、入ってれば良いとされております。で、もう一回入れます。はい、で、抜きます。はい。いかがでしょうか。ちょうどね、H のところにね、来てましてね、ちょうど、いい、塩梅ですね。ちょうどいい、量です。はい。本日はですね、こちらセレナ、PC24 セレナですね。こちらのエンジンオイルとフィルターの交換を DIY させていただきました。少しでもね、参考になればと思います。それでは、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。